次に、まあ、第2章私の AKB 神秘体験洗脳されるまでの道筋ホームレス引きこもり萌えアニメ桃色クローバー Z AKB48 かなりちょっとひどい見出しを書いたんですけど、これはですねどういうことかと言いますと、これ僕の体験談です、ね、失礼します。AKB の話、今日は AKB の話なんですけど、僕なんかこういう流れで AKB を好きになっていく感じ。ホームレスから始まって AKB ポテトで終わるっていうのがこれどういうことかというと、まあ僕あのホームレスって書いてあるんですけど、あの今38なんですけど35にしてですね、3年前ぐらいにあのちょっと東京に行こうと思って、東京にいきなりあの大した準備も貯金もなくいきなり行ったんですよね。で、まあ、家もなくなって札幌に家にあったものの8割9割を強制的に断捨離をしてですねもう何もない状態で体と、まあ、10何万から20万ぐらい持っていきなり東京に行ったら、で友達の家に居候させてもらったんですけど、すぐそこで喧嘩して出されてですね、まあ、要するにホームレスになったんですよ東京にいきなり行ってで、まあ、ネットカフェにずっとあの潜伏してまして、で、まあ、夜は DJ とかやってみんなでわーっと楽しんだ後にまた一人でネットカフェに戻ってみてとなって、かなりあの精神的にやられてですね、まあ、そして札幌にここに、まあ、東京にいたんですけど、まあ、何ヶ月もしないうちにですね札幌に、ここ札幌なんですけど、ここ札幌にあの数ヶ月で戻ってきちゃって、でもこう行く前に、まあ、同じ DJ 仲間とか友達とかにもう俺はビッグになるぜって大口叩いて物を処分して出てきちゃったもんだから、戻ってきても友達に言い出せなくて、いやーもう出戻りでザ・出戻りって感じだし、都落ち俺どうすればいいんだろうなと思ってずっと誰も連絡を取らずに家にずっと引っこもってたんで、あとまあ家がなくなってかなりここでギスギスしたもんだから、すごい精神的にも弱って帰ってきて引っこもったんですけど、その時何をしてたかって言ったら、ずっと萌えアニメ見たんですよ。もう24時間ずっと見てて、ここで初めてああいう空気系というか、ストーリーがないような、まあ、低音みたいなものとかラギスタみたいなものとかが初めてすごい面白いと思って、それまで、まあ、結構ストーリーが入り組んでたり脚本がなんか練ってるものが好きだったんですけど、もうここ精神状態ギリギリなんでそういうもの見れないんですよねダークなものが一切見れなくて、最後の方で人とか死んじゃったりとかするうわーってなった感じの精神状態だったんですよ。その時にバチリときたのがやっぱり軽音とか空気系で、ただただあの女の子が部活でキャハハとかお茶飲んだりしてるのがすごく心地よくて、ここでもうどっぷり萌えアニメにハマってました、うん、でそれをずっとやってて、まあ、もう次にももクロに出会うんですけど、これはなんか夜菅の空っていう、全部カタカナだって、夜菅の空のエンディングテーマをももクロがやってるんですよ。これ新アニメなんですけど、かなり
セクシャリティ全開なアニメで、あのそれのエンディングテーマをももクロがやってる。この頃ももクロ6人いたのかな。でも全然誰が歌ってるのか、まあ、声優さん歌ってるのかなと思ったけど、すごいいい歌だなと思って気になって、でももクロの方を結構あの検索してたりしたら、あアイドルで、この頃アーリンっていうか、あのメンバーとかは確か中学生と高校生とかで構成されてたと思うんですけど、あそれがこんなちょっとエッチなアニメのエンディングテーマを歌ってるのかっていうことにまずショックを受けて、そこから興味を持ってですねまあ近親相関の話なんですけど、妹と、まあそれはいいんですけどそれでももクロを他の曲聴き出したら、結構その希望のある歌が多い、うん、例えば、まあ、願えばきっと叶うとか、朝日は昇るとか、すごくポジティブな歌が多くて、あんまりこう俺ってもうどうせダメだよみたいな歌詞はないんですよ、ね、でも突き抜けてるぐらい明るくて、すごくこう癒されてですね、ここでやっと僕ちょっと友達に電話しようかなっていう気になって、まあ、友人にも電話してですね、まあ、東京にオーグストライブ行ったけど、俺数ヶ月で戻ってきちゃったよ、うん、ちょっともう一回友達で行ってもらってもいいかなっていう電話をここでしたんですよねで、まあ、そこからもうアイドルってやっぱり素晴らしいなって思って、ももクロって素晴らしいとガッチリもものふになってですね、あのももクロのファンのことをもののふって言うんですけど、すごいファンになって、まあ、今回の紅白でもかなこが、あのかなこって赤いボーカルの女の子がここに、この時あの6人いたって言ってるんですけど、あの辞めた青の人の宝石をここに埋めてるんですよね。それは昔紅白に一緒に行こうと誓ったなんていうの流れがここにあって、そういうところでおわーっと感動するぐらいですね、まあ、好きなんですけど、まあ、そこからアイドルって素晴らしいと思って、今までここ2次元全開の人間だったんですけど、ここからまあ3次元もいいんじゃないかっていうことで、しばらくまあ、スターダストプロモーションというところにいるんですけど、あのももクロよりもっと低年齢のですね、私立恵比寿中学とかですね、その下 の小学生のミニチュアベアーズとかにがっちりハマってまあ誰でも大好きな状態なんです。誰でも大好きからだんだん小学生のアイドルファンがアイドルが好きになって、子供なら誰でも大好きっていう ADD っていう状態になってるんですけど、まあだんだん低年齢の人が好きになってて、なんでかなと思ったら、中学生とか小学生の頑張れとか頑張ろうっていうことになんか嘘がないような気がしてて、だんだん高校生になって思春期になったら、なんかもっとどす黒いこと考えてんじゃねえのかとかって思っちゃって、まあ低年齢化していくとなんですけど、やっぱりアイドル好きになって、やっぱり王道は AKB、 一番有名なのはもう AKB、 ももクロより AKB が一番有名で、まあ普通に CD もすごい売れてて、 AKB 見ないと俺アイドル好きじゃないんじゃないかなと思って、こう AKB を聴き始めたら、なんかすごいショックを受けたんです。まあこの時もももクロにショックを受けたんですけど、なんかそれとは違う AKB やめーっていう風になって AKB になったんです。まあこう見るとこれがですね、僕 の社会復帰構成プログラムになって、まあこういう感じのこうオタクの力でですね、オタクのみの力で、友達の力は使ってない、オタクのみの力で僕はこうホームレスからあのこう頑張ろうっていうまで構成できたっていう、これオタクの力だと思うんですけど。まあ先ほど言ってた話につながるかなと思ってますといったところで、大体1時間経ちましたので、ちょっと5分ほど休憩を挟みたいと思います。また後半よろしくお願いします。じゃあ19時45分まで休憩ということで、じゃあ一旦閉めますか。はい、じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。人数もこれぐらいしかいないので、あの途中でお前それ違うだろうとか、そこどういうことですかとかっていうのをガンガン突っ込んでもらっても構いませんので、まあ、トイレに行くなり。
休憩をしましょう。